数年使える最高のパンツでございます。最初がゆったりね、ルーズだとね、履きやすいね。楽よりも生地感ぐらいデニムだと柔らかいんで、かなり楽と思う。はい、どうも、マセのオベです。今日はですね、神谷を紹介していくんですけどもね、神谷といえば、皆さん何を想像しますか？何でしょう？ダックですかね。あー、いいですね。ダック、そうですね。ダックだったり、まあ、デニムとかね、紹介される方も多いでしょう。まあ、あとスウェットとか、フーディーとかね。そういうのもね、非常にやはり神谷、強いんですけど、今日はね、神谷の中でも人気のですね、デニムでございます。そして、ダックシリーズとかでも人気の形であるこちらダブルニーのペインターパンツですね。はい、そちらの、まあ合わせじゃないですけど、今日ご紹介するのはダブルニーの、デニムのペインターパンツでございます。これがねまたいいんですよ。なかなかね、神谷の方は加工が非常にまあ特化しているというかですね、まあ多用している分ね、納期がちょっと今回少しまあ遅れ気味にはなってるんですけども、まあ遅れてもですよ、なおやはりかっこいいのには変わりないと。そんなね、デニムパンツを今日はご紹介していってます。まずね、もう見ていただきましょう。早速神谷、まだね、うち全然揃ってないです。多分近々ね、スウェット類とかが入ってくるんですけども、今日すんごいブーブー言ってるねすんごいブーブー言ってますが、はい、今日ご紹介するこちらのデニムのペインターパンツですね。かっこよくないですか？いやー、かっこいいですね。もうこれだけでかっこいいですよね。もう津田でわかる、かっこいい。まあ、うん、そんな、デニムパンツ、こちらね、配色はフェードブラックのみとなっております。うちの入荷がですね、でサイズは SM2 サイズですが、こちらをね、スタイリングも含めて、ご紹介していきます。最後までご覧ください。こいつマジでかっこいいので、まあデニムね、あ、なんか1本いいの欲しいなーっていう、そんなあなた、わー意外とダブルニーパンツまだ持ってないから欲しいなーという、そんなあなた、ぜひこちらご覧ください。それではね、アイテムの方ご紹介していきたいと思います。その前にこちら、バーセーチャンネルはですね、福岡市中央区大名にありますセレクショップバーセーのチャンネルとなっております。毎日熟時に更新しておりまして、内容としてはスタイリングのご紹介、商品のご紹介、シルバージュエリーの和感シルバースミスやトゥアレグジュエリー、フレグランスブランドサノバ、そしてイバイクですね。イバイクはね、近々新しい種類が登場します。そして、サノバもですね、月末にはですね、新しい3品番ありますので、3品番プラスヘアオイルか、等がございますので、ぜひ、こちらも動画やっていきますのでご期待ください。それではね、チャンネル登録といいねボタン押して、見逃さないように、ぜひどうもチャンネル登録もよろしくお願いします。それではこのままご覧ください。はい、それではこちら神谷のデニムペインターパンツご紹介していくんですけど、まずね、もう何より見た目がこれもうかっこよくないですか？いやーかっこいいですね、これ。このブラックのフェードタイプね、これ綿100の、12オンスですねのデニムの生地を使ってるんですけども、まあ、12オンス一般的な、まあ、デニムの生地感ですね。で、別にそんな硬すぎず、ね、こう薄すぎず、ちょうどいいデニムのオンスですね。で、これね、まあ、ペインターパンツのやはりね、まあ、加工物の良さなんですけども、特にこの膝ね、まあ、1枚目2枚になってる分ですよ、上を削ってもこれ肌が見えない。これで、ね、結構こう加工系のパンツでダブルニーが、非常にね履きやすくなる理由の一つではあるんではないでしょうかね。まあ、昨今こうやっぱワークスタイルだったり、こういうダブルニーのパンツ非常にね、やはりこう提案増えておりますが、やはりね、神谷加工がうまい分かなりかっこいいです。もう他のブランドよりも1枚前には似合って1枚2枚上手でございます。めちゃくちゃいいですね。で、こちらね、細かいところなんですけど、シームですね、インシームとアウトシームどちらもですね、こちら3本芯の、ミシンでなっておりますね、設置が3本ですね、こういうワークパンツとかワークのウェアとかはやはりこうなってる分、こういうところはしっかりねコストかけてでもやってくるというところが、まあ神谷ねこだわりを感じるところではないでしょうか。まあ、やっぱどうしてもね加工とかに目がいくんですけど、結構細かいところもしっかりしてます。はい、こちらはバッグですね。レザーのタグがついておりまして、レザーのパッチですね。こちら神谷オリジナルのパッチでございます。神谷は、これピスネームとかリベットとか、まあ
この辺とかですね、この辺とか、まあこの辺とかですね、今後シーズンを展開していく上でぜひね、神谷のチェックしてもらいたいポイントでございます。まあタグだったりとかパッチだったりとかリベットも含め、ピスネームも含め、ボタンも含め、ジッパーとかですね、ぜひね皆さん、お持ちの神谷とかこれから買う神谷のパンツとかね、ジャケットとかね、細かいところぜひ見取ってもらえると今後の、神谷の展開がねより楽しくなっていくところでございますので、ぜひ覚えておいてください。でですね、こちらポケットがですね、まあ、ペインターパンツなんでめちゃくちゃ多いです。確か8個ぐらいついてるはずです。いきましょうか、1、2、3、そして裏返して、4、5、6、7でこっち8個ですね。めちゃくちゃ多いです。これねメンズだって大体8個もついてる、大体手ぶらで OK とですね、まあそんなパンツとなっております。めちゃくちゃかっこいい上に利便性もある、これは通年使える最高のパンツでございます。どんなシーンね、スタイルにも合いますので、ぜひねちょっとここからはね、まあ、スタイルを含めて、ああこれええなというところをねぜひご紹介していきたいんですけども、こちら価格の方ですね、いきましょう。こちらの金額でございます。まあね、加工が入ってるのはこの金額ですが仕方ないところでありますが、ね、神谷のパンツがね、まあ、今はまだこの金額で買えてるというこれ非常に、いいところでしょうか。はい、そしてですね、サイズが、S と M の、2サイズ展開となっております。 S でもね十分大きいので皆さん大体 S でいけちゃいます。でよほどねまあ結構大きく履きたいよとか大きいよという方はサイズ M の方がいいと思いますので、ね、まあその辺で選んでいただければと思います。はい、そうですね。あら、何で紹介しようか。こちら神谷のね、W2 のねこのペインターパンツね、ついにねこのデニムバージョンね、ダックの方は、まあ、紹介したっけ。ダックはしましたね。したかのデニムバージョンですね。あーでしかもこの加工がねこの上に入っとそう、穴が開いてないやつ、ね、開いてないですね。ああ、ね、ありがとうございます。おさらいとしてぜひねちょっと皆さん砂尾さんバージョンも聞いていただけるとね、うちのボスバージョンの説明を。いやもう説明したんやろ。はい、しました。説明したでしょ。しました、まあ、このフェードのねブラックの W2 は絶対いいもんね。いや間違いないですよね。もう間違いなく鉄板のアイテムなんで、うん、ぜひ履いてほしい。はい、これじゃあちょっとね早速僕がね、履いていきたいと思います。あ、ちょっとボスも履いてます、せっかくなんで。撮影しようと思わないで、全くない。 ありがとうございます、ね、まあ、もしかしたらボスも入ってくれるかもしれないんで最後までご期待してくださいね。はい、それでは早速着用してみました。めちゃくちゃいい、相当ね、まあ、かっこいいのはもちろんなんですけど、まあ、やはりね、まあ、結構最初からゆったりねルーズな分ね履きやすいね、これはいいっすよ。まあシーズン通して本当にね着用できるサイズ感だし、生地の厚さですね、これはね皆さん持つともうとりあえず、ああ困ったな、よしこのパンツ履いておくかっていうようなぐらい気軽に年中履けるパンツですね。めちゃくちゃいい。ちなみにですね、先ほどと、使ってるアイテムは変わらずパンツだけ、変えております。で今回ねトップス、こちらシャツがレターズのじゃあウエスタンシャツのオレンジですね。これねまだ、YouTube とか紹介してないので後日ね、まあ、ご紹介したいと思うんですけど、もしかしたら紹介する頃には在庫ないかもしれないんで、ぜひね皆さん、お早めにどうぞ。そして足元はね同じく、レターズのこちら、ウエスタンのこちら新型着火ですね。これもねまためちゃくちゃいいんでぜひ、まあこういう感じでね、まあちょっとまあ同じアメリカンスタイルでも、まあウエスタンとワークとかね、まあ掛け合わせてもめちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。まあもちろんねワークスタイルでまあ上下ワークとかにしてもらってもいいんですけど、ぜひよければねワークプラスアルファで別の要素もミックスしてあげるとより新しいスタイルでね皆さん楽しんでいただけると思いますので、ぜひね掛け合わせていきましょう。まずね今回着用しているアイテムすべて、オンラインストアでご購入できますので、よかったらご購入してみてください。でパンツがねこちら、神谷のダックパンツ、ダックじゃないですね、間違えました、すいません、デニムのペインターパンツが、サイズはこちら僕が履いているので S です。 S ですよ皆さん、レングス、長いです。いやちょっと折ってます、折ってますね。はい、でウエストも、でかいです。今ベルトで結構縛ってるんですけど、ですね多分ねウエストね90ぐらいあるんで皆さんご安心ください、マジで誰でも入ります。はい、そして、シャツの方はサイズ、僕はねちょっとあえて今回シャツゆったりめにしたいんですけど M でございますというところですね。これでねまずはまあデニムの雰囲気ねなんとなく分かってもらったと思うんですが、じゃあここからはねまあもう少しねスタイリングしてぜひねちょっとイメージを沸かしていければと思います。はい、じゃあ早速僕もちょっとね履いてみました。どうしてもね梅がね履いてるのでちょっと気になったんで、ね、
あの最初 の, あの説明でもあったと思うんですけど、あのサイズ感がちょっと大きいって言ってたじゃないですか。で、梅が履いてるのが S、ね、S サイズで、俺が今履いてるので M サイズです。 M で、ちょっと M でも見てほしいんやけど、でもね、これもともとウエスト大きめに作っとって、このシルエットで履いてくださいねの体のミディアムサイズじゃないですか。ってことは、あのこれさ、じゃあウエストで行くとみんなじゃあほとんど S で行けちゃうじゃんって話になるけど、おそらく多分デザイナーさんの神谷くんからするときっとね、そういう提案ではないと思う。だから普段 M とか L を履いてる人には M を履いてもらいたいっていう提案が一番望ましいと思います。ということで M 履いてみたけど、しっかりねベルトで留めたらね、もう全然問題ない、こういう感じ、ね、で、まあちょっと最初分かりやすいようにシャツ脱いで、これと合わせとったけど、こうやってねシャツの腰にシャツ巻いて合わせとったんですけど、多分ねサイズ感的には全然これで M なんで、多分そんななんかみんながこう気になるようなあれではないな。レングも思ったより長くなかった、思ったよりね。あ、でもすげえいい。俺あのダックのパンツを一番最初のファーストシーズンにグレーを買ったのと、あとその後ブラックも俺持ってほしい、なんならベストとかも持ってるんで、結構ね神谷のパンツはね履き慣れてるから、多分あの普通のダックのパンツとか履いてる人からすると多分かなり履きやすいと思います、これで。なんならダックよりも生地感もデニムなんで柔らかいんで、かなり楽と思います実際。よし、じゃあちょっと待ってよ、これにせっかくやけちょっとシャツなんで、まあ、今の時期はねまだねシャツでいいけど、今から11月12月ってなってくるとやっぱアウターが必要になってくるけん、どうしようかな、ちょっと上羽織ってみようか。うん、ちなみにダウンベストやったらどっちがいい、こっちのブラックと。うーん、僕はブラックの方が。うわ、あの黄色もいいっすね。黄色いよね。黄色もいいなぁ。いいっすね。なんかさ、今期結構黒外しの人も多いしね。多いし、なんか意外と黒じゃない方がいいのかなぁと思って。なんならちょっとこのシャツと、まあ、せっかくなんでちょっと髪やダウンとちょっと合わせてみようかな。おしゃれ、かっこいいっすね。めちゃくちゃいい感じ。いいっすね。やばい。いや、これやばい。いいっす。ちょっとなんかこうオールド感もある感じでかっこいいっすよね。いやいや、これはね、マジめちゃくちゃいいと思う。うん、多分ね、サイズ感ももちろんいいし、うん、なんか着た着用感もマジでとにかくいいです、これ。わ、これめちゃくちゃいいかも。しかもこのなんかパンツのちょっとダボっとしたボリューム感っていうのがまたバランスすごい良くなってるっすよね。ね、いいよね、めちゃくちゃ。うん、ちなみに、はい、梅、あ、これ、あ、今ね、梅が S、 僕 S です、 S ね、で、俺がサイズは M、 まあ、あんま分かんないですよね。でもこうやって見比べてもちょっと分からんかな、太さの雰囲気とかがね、うん、ちょっと違うのかどうかっていうのはちょっと見てもらいたいところではあるけど、なんかより大きめに履きたいなっていう人は M とかの方がいいかもしれないですよね。うん、そうね、確かに確かに、確かにそうね。いや、ちなみに僕はあの足元、はい、神谷のこちらスニーカーですね。あ、はい、新型履いておりますんで、もう大人気すぎて手に入らないやつですね。はい、でまあ、ちょっとまあスタイリングはですね、こちら神谷っぽいというか、まあ神谷といえばやっぱ怖いじゃないですか、このキャップにフードかぶるっていうのはね、まあ神谷さんもね非常に好きなスタイルがありますので、そういう感じのイメージでやっております。いや、もちろんもうめちゃめちゃこう神谷っぽいよ、ぽ、はいっすよね。ぽい、まあ、あの下は神谷っすけど上は、まあ、神谷じゃないからですね。今日上は上はこちらあのマイネームですね。マイネームか、はい、あの 24MJZ モチーフのこちらのジッパータイムのデニムジャケットですね。そしてインナー、はい、インナーはこちらユハの箱のフーディーですね。わー、これ今からしたいやつやね。ちょうどもうできますからね。そうそうそう、これ今からみんなきっと多分やりたいやつだと思うな、はい、このスタイリングは。いいですね、フーディーにキャップね。うん、だからフーディーになんか寒い人なんかニット帽とかでもいいですからね。そういう感じでぜひね、かぶったりとかしながら防寒プラスファッションでね、楽しんでいければと思いますね。わ、いいですね。このパンツ絶対売れるな。いや、めっちゃいいっすよね。これはめっちゃいいと思う。うん、なんならマジで今からすげえ重宝すると思う、このブラックのフェードは。うん、いや、間違いないです。だって多分ほら、はい、まだほらトップス買ってないっていう人とかも、うん、多分ほんと何でも合うもんね。いや、間違いないですね。いやいや、マジでマジで、だって
こんなだって。ああ、こういうのもいいっすよね。こういう、こういうのと合わせても、このフェードって多分すごい合うし、うん、まあ、薄いのだけじゃなくて。薄いので合わせますからね。そうそうそう、だけじゃなくて、こういうので組み合わせてやっても、絶対、めちゃくちゃいいと。これにあえて、なんでしょう、ちょっと出たやつやウールのテールあるじゃないですか。ちょっとドライな。あんなにしても渋くてかっこいいですけどね。あの、なんなら俺、本当はさっき本当は俺はレターズのレザージャケットをこれに合わせようとしよったけど、はいはい、あのちょっと最近俺が着すぎなんじゃないか説をちょっと先ほど突っ込まれましたので、はいはい、なので、髪のネルシャツにしました。うん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 、ね、なんかまあでもイメージしやすいですよね、うんうん、この感じは。めちゃくちゃイメージしやすい。うん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 、いやいいですね。これだいぶ結構あるじゃないですか。まあスタイルイメージも湧いてきたんじゃないですかね。ね、かなりね、うんうんうん、まあでもこれはでもあの多分こうやってあのビジュアルで今見てもらってるんですけど、はい、あのおそらく多分これだけでも十分スタイリングのイメージが、うん、結構伝わると思う。本当にですね、マジで伝わると思う。でこの辺もちょっとぜひ参考にしてほしいですね。はい、神谷はですね、あとねもうちょっとだけねデリバリーまだありますので、まああの引き続きね楽しみつつ、デニムは、これで最後です。はい、はい、この後ねスウェットだったりとかサテンが到着する予定ではあるんですけど、あのサテンね、サテンがちょっと遅れちゃいましたね。あサテンみんな好きだぜ。いやいいですね、今回結構ボスもかなりの大きいになったんじゃないですか。サテンめちゃくちゃサテンいいよ、本当に楽しみにしておいてください。そしてね、皆さんオーダーとかもいただいておりますスウェットですね、が近々到着するので、そちらもご期待いただければと思います。だデニムはもう終わりなんで、ダブルニーもこれでラストですからね。ダブルニーを買い逃したからね、はい、ぜひぜひこちらご覧いただきたいと思います。はい、はい、最後までご視聴いただきました皆さん、誠にありがとうございました。またね、次回の動画で、先頭でお会いしましょう。ありがとうございました。